以前の動画で人は変われるのか変われないのかって話をしたんですけど、人が変われない部分っていうのは もちろん持って生まれたその遺伝子情報的な部分だよね。でも変われる部分もあるわけで、変われる部分って何かっていうと状態とか状況っていうのは変われますよって話をしました。でそうするとじゃあ今度考えないといけないのは状態とか状況を実際に変えるためには一体どうすればいいのかってことですよね。こいつを変えたいどうするか。で一つはリセットすることをちょっと考えていきたい。今までの自分から新しい自分になるために今までの自分を一回リセットしてどうしたら新しい自分になれるかということを考えていきたいんですけど、そのリセットする時の方法って何かっていうとこれ再定義なんですね。自分をどう再定義するか。例えば、まだ中高生の方であれば自分っていうものをまだそこまで、ね、認識していないかもしれないし、自分の肩書きってないと思うんですよ。ただ何々で中学校の中学2年生とか何々高校の高校何年生みたいな情報はあるかもしれない。どこどこに所属していて、例えば名字が何々で父親はこれこれ、ね、母親はこれこれで兄弟がこれこれ、どこどこに住んでて父の仕事はこれこれ、母の仕事はこれこれで、その中で自分は将来こういうことを考えている、現在何歳の男性である女性であるとか、なんかそういう情報はあるけど、自分のことをどう認識しているかってことはあんまり考えてないと思うね。で私もこういう仕事をしているので、例えば私がどういう立場でどんなサービスを皆さんに提供するかってことを考えるときには肩書きを考えるんですね。肩書き、もちろん会社の名前も考えるよ。法人は L&S コンサルティング株式会社っていう株式会社を立ち上げてますけど、その L&S コンサルティングっていう名前もやっぱこの会社がどういう仕事をする会社なのかってことをベースに考えるし、この会社を10年後20年後のどっちの方向に持っていきたいのかってことをベースに名前って決めるんだよ。でなおかつじゃあ今度は会社の名前が決まった後にそのここでねどういうサービスを展開するかっていう時に、じゃあ自分のことをどう名乗るかね。例えばL&S コンサルティング株式会社の CEO の安藤正春ですと名乗ってもいいけれど、自分が一体何をする人なのかってことを伝えたい時には、今までの私は勉強戦略コンサルタント、要するに勉強のやり方を教える人、コンサルタント、経営コンサルタントっていう仕事があるんだけども、経営コンサルタントの方たちって何をするかっていうと、企業の中に入ってその企業がこれからどんぐらいのね規模になっていきたいかっていう時の要は解決手段とか改善手段を分析して導き出すっていうのが仕事の人たちなんですよ。でそうすると私がやりたかった勉強戦略コンサルタントっていうのは同じようなことで、要は子どもたちと話をして、要はどういうふうになりたいのって、成績どれぐらいに伸ばしたいの、例えば250点満点中の200点でいいの、220点欲しいの、それとも150点でいいのみたいな。でその志望校に合わせて、じゃあこれから残った時間をどういうふうに使っていけばいいよね、どのテキストをどれぐらいのスピードでやっていって、大体どれぐらいの時期に習得が終わればあとは過去問に入れるよねみたいな、そういうトータルコーディネートみたいな仕事をしたかったんですよ。でもそれがだん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 私のやろうと思ってる範疇を狭めてきちゃうのね。何かっていうと、ここってそもそも中高生向けなんですよ。ここでの対象は中高生だったのね。でそうするとこの勉強戦略コンサルタントって自分のことを定義して名乗り続けている限りは、私の発想っていうのは中高生向けに勉強のやり方を教える人っていうところで止まっちゃうわけ。でも今私がそのご縁をいただいている方っていうのは中高生だけではなくて大学生もいるし保護者の方もいるし、でもっと言うとその保護者の方が今度は自分自身の要は資格取得の勉強のためにサポートしてくださいという方もいらっしゃいますし、こういうふうにその私の対象がどん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 大人の方の方にも広がっていくと、何があるかっていうと、この自分の名乗り方定義の仕方では限界があるんですよね。なのでじゃあどうするかっていうと、こいつを変えるんですよ。また新しい定義、自分の名乗り方を変えないで、でまだ明確に決まってないです実は。じゃあどういうふうに例えば名乗るかというと、問題解決能力育成トレーナーとかね、ちょっとまあ分かりやすいね、問題解決能力を教える人なんだな、まあ分かるけどちょっと長いし、なんかこう面白みないよね面白みない。で私はちょっと面白さがちょっと欲しいので、例えばじゃあジェイルブレイカーとか、ジェイルって鎖のことなんだけども、要するに中高生向けで言えば、今までみたいに中高生向けで言えばジェイルブレイカーでどういうことかっていうと、要は勉強の仕方っていうのが分かってない状態の勉強をやってたね。そうすると頑張っても頑張っても伸びません、それは伸びませんよって、勉強の見方がまずそもそも間違っているからです。じゃあそのあなたの今現時点で持っている勉強に対する思考の縛りをまず壊してもらって、新しいね、本来あなたが欲しいと思う成績を取りに行くために必要な思考の仕方に切り替えますよというのがジェイルブレイカーのイメージ。
があなたを縛っているものを打ち破って引きちぎって新しい、ね、見方を教えますよっていう感じです。で、例えば大人の方であれば、今その現時点で資格取得であれば、資格取得の勉強をどういうふうにしていけばいいか。で、その時にもちろんその今までのね、中高生、大学生だった時の勉強への認識を持っていらっしゃるかもしれないけれども、その勉強に対する認識自体をガラッと変えてもらったり、例えば自分自身のメンタルをコントロールするときにどうしたらいいか、メンタルを鍛えるにはどうしたらいいのかね、あとは心理的に、ね、勉強に対してこういうふうにやろうと思ってるけれど、実はねこっちの方からこういうふうにアプローチしていくと、もっと今の自分の認識の仕方が変わって勉強に対してものすごいその力を発揮できるようになりますよとかね。結構の私たちっていうのは感情の生き物だし、思考によって縛られるんですよね。で、そうすると思考によって縛られると何が起こるかっていうと、勉強ってどうやればいいのかってことばっかり考えるんですけど、資格取得とかもっと特に顕著なのは、何のためにそれを、ね、取ろうとしているのか、でそれを取った先でどんなことを自分がやろうとしているのかってことが明確になればなるほど、その資格を取らないといけない理由が明確になるんですね。仕事上その会社の、ね、上司からその資格を取ってこいって言われて、まあ、あまり興味はないけどやらんといかんっていう話は別ですけど、自分でこの先ね、今の仕事だけでは限界があるしとか、この先もっとねフィールドを広げていきたいからこういう資格が必要なんだと思った時に、その資格を取った先で自分がどんなねプレイヤーになってるかってことを意識されると、そこのイメージがね鮮明になればなるほど、自分はやっぱりこの資格を取らんといかんのよねっていう気持ちが強くなる。でその自分がなぜその資格を取らないといけないのかってことが分かれば分かるほど、どん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 勉強の方法とかっていうのを意識しなくてもできるようになっちゃうんですよ。だからそういうなんか今までの状況からその欲しい結果を手に入れるために、自分のことを縛っていた今までの鎖を引きちぎってあげて、新しいね、これからあなたが結果を出すために必要な形にもう一回組み直しましょうっていうのがジェールブレイカーのイメージ。だからまあ問題解決能力育成トレーナーと似てるけど、こっちの方がまあアグレッシブよね、攻撃的だよね。で、私は結構アグレッシブな方なので、結構もうガチでやろうとしたら本当厳しいこと言っちゃうし、それはもう中学生であれ女の子であれ関係ないんですよね。結局結果変えたいんでしょうって、結果変えたいんだったらそういうことしてる暇ないよねとか、それこそ部活との兼ね合いね、子供たちであれば部活の兼ね合いもそうだし、まあ大人の方にそんなに言う必要はないんですよ。大人の方たちはだってもう自分のこととしてやろうとしてるから。ただ中高生の方たちはまだ自分のこと当事者意識がない子の方が多いので、勉強したくないとかっていう感情の中でやろうとしてるからバランスを崩しちゃうんだけど、大人の方はそこまでね厳しくする必要全然ないね。本気になってる方がこちらにいらっしゃるだけなので、あとはもうその効率を上げてあげられるようなアドバイスをするっていうのが私の仕事になります。で、皆さんがこれから自分の状態とか状況をリセットするときには、まず自分のことをもう一度定義をし直してみてください。私が今やったみたいに、今までの自分のことはどこどこ会社に所属しているどこどこかの誰々っていう風な定義しかなかったかもしれないけれど、それを自分一人の個人の人生として見たときに、自分はこういう人間である、ね、それこそまだその起業されてなかったとしても、自分はジェイルブレイカーだとか、自分はブレイクスルーをできる人間、ブレイクスルートレーナーだとかね、人を今問題とかが起きた時にもブレイクスルーしたりとか、そういう風にチームを導いていけるようななんとかリーダーね、なんとかリーダーみたいな、だから自分で家庭に名乗っていいんですよ。もちろんその名刺を作ってみんなに配るわけじゃないので、その大人の方っていうのは別に仕事の中だけで生きてるわけじゃないし、なんか私は特にね、いろんな顔を持ってる、学習塾もやってるし、日本酒のお店もやるし、あとはそのね、個人でも家族のことを大事にしたいと思うし、だからなんかそのパーフェクトヒューマンっていうのはちょっとでかすぎるんですよね。パーフェクトになりたいというか、自分らしくありたいと思ってるので、そのどういう定義でもいい、ただ問題はその定義が私たちを縛ることにはなるんですよ。だからジェイルブレイカーって言ったらジェイルブレイカーっぽく仕事をするようになると思うんですよね。だからそのある程度の縛りはあります、どんな定義をしても。でも今までの定義が小さすぎた人は、その定義を大きくしてあげないとその発想が飛躍しないですね。この発想の中ではジェイルブレイクするような話ってなかなか出てこないし、大人の方向けのサービスがなかなかしにくいんですよね、発想がいかないので。でもこれを要はいざ使う言葉を変えて、自分の定義、自分のフィールド、自分が今まで無自覚的に柵を張ってた部分をバフって壊すんですよね。でそしたら無限のさ、荒野が広がってるわけじゃない。その中でもう一度自分が誰に対して何を提供する、どんなやつなのかってことを定義し直せば、自分のやることもリセットできるし、もっと明確にしていきたい場合は、私もちょっと今日ね髪を切ってるんですけど、見た目を変えるね、で着る服を変える、超でかいです。あと住む場所を変えるとか、家具を全部捨てて、要は断捨離してね、今まで持ってた自分を想起させるようなものを全部捨てるとか、ね、そういうふうになんかもうとにかく見てくれでも何でも、話し方もそうだけども歩き方もそうだし、私はいろいろ変えてきたんですよね。だからそういうふうに何かを変えるんですよ。
で今までの自分を完全に消し去りたいと思うのであれば、もう余計にです、今まで自分が持っていたもの、使っていたものをどんどん捨てるんです。でなおかつ髪型も変えるんです。で髪型も自分で髪型を決めるんじゃなくて、もう美容師さんでお願いするんですよ。あのこういう感じにしてください、私もだいたいネットで調べてこれぐらいの長さにしてくださいとは言うけど、あとは全部お任せしてるんですね。でもちろん女性の方に切ってもらってます。私の場合は男性の方じゃなくていつも女性の方を指名してるし、その女性の美容師さんにあとは全部お任せですと。ただね、長めがいいです短めがいいですって言っても伝わらないじゃない、その一人一人で長さの感覚違うから。だから長さ的にはこれぐらいの長さがいいですっていうのは示すけど、あとはそのカラーにしても全部ね向こうに任せるんです。そしたら向こうが勝手にね変えてくれます。でそうするとまた全然雰囲気違うし、髪型が変われば周りのリアクションも変わりますよね。やっぱ私は女性の方に切ってもらうようになってから、やっぱりその周りからあいいねって言われることが多くなってるので、明らかに多分そこは違うんだろうなと。あと服も変えました。服は前はあの着てればいいんじゃねえと思ったんだけど、その服をねなんか分かんないけど急にスイッチが入って、服の要はセンス、おしゃれになりたいと思ったんですね。おしゃれになりたいと思った。ただ問題はそのおしゃれっていうものが自分の中でまだ確立されていないときは、方向性が分かってないんでぐちゃぐちゃになりましたよ。服装がもう周りに心配されるぐらい、いやいや安藤君何その格好みたいな笑われることもありましたね。でもそれを経ると自分なりに、あこういう格好がいいんだなとか、でもちろん周りにバンバン聞きますよ、こういう格好どうとか、こういうの似合うかなとか、今まで着たことのない色とかね柄とかのものを着てみて、ああいいんじゃないんじゃないみたいなことを言われれば、そういうのをどんどん蓄積させていって、で自分の新しい姿形を作ったら、やっぱ周りが意識してくれるんですよね。だから人って見てないようで見てるんですよ。だからその人に見られてるんじゃないかなって、私はあえて意識をして自分のことを変えた時期があります。もちろん喋り方もそうだし、喋るスピードもそう、こういう風にね動画に撮ってるとやっぱ分かるんですよ。編集しとけば自分のねこういう撮ったやつをさ嫌でも見るでしょ。でそうするとね、どういう風な喋り方をすればいいかっていうのが見えてくる。で例えばそのメンタリスト DAIGO さんとかも多分そういう心理的な部分を意識されて動画撮ってるから、あじゃあこの人の作ってるサムネイル真似してみようとか、で喋り方真似してみようとか、撮り方真似してみようってこともなるし、であとはその動画の再生回数が多い人の動画見て、あこういう作り込み方してんだみたいな、まあ、そこはあんまり真似できてないけど、だからそういう風にして、要は自分のできることしたいことをベースに、それをどういう風にしたらもっと価値ある情報としてみんなにこう見てもらえるようになるんだろうとか、自分も一つの価値じゃない、でその価値をどういう風に出せばね、だって持ってるもの一緒じゃん、顔を変えるわけじゃないし、まあ、もちろんその整形ってのもあるのかもしれないけど、私は整形あんまり興味なくて、要は服装とか髪型変えるだけでも全然印象変わるわけだし、あとは喋り方ですよね。喋り方変えて、喋る声の高さも変えてね、でそういう風にしていけばいくほど今までの自分とは状況が変わるんですよ。状態も変わるし、そしたら本質は変わらなくていいです。 DNA 的に変わってないとしても、周りがこの人変わったなって思ったら変わったんですよ。だからそういうふうに自分のことをリセットしようと思うならば、自分のことを再定義する。それはもちろん言葉上、自分の肩書きだけじゃなくて見た目も変えてしまえばもっと強いです。もう見た目から入った方が早いかもしれないよね。だからそういうふうにして今までの自分を消し去りたい、ね、新しい自分になりたい、もっと言うとこういう結果を出せる自分になろうと思った時には、その結果が出せるような自分に全部を組み替えるっていう発想です。でなおかつ最終的にはこういったこと全部何に関わってくるかっていうと、マインドに関わってきます。要するに DNA 的に変わらないとしても、考え方、思考のアルゴリズムとかね、発想の仕方自体を変えてしまえば、要は前お話しした通り、解釈が変われば認識が変わる、認識が変わったら行動が変わり、行動が変わったら結果が変わるわけだから、結果変えたかったら解釈を変えるしかなくて、でも解釈を変えるためにはマインドを変えないといけないですよね。でそのマインドを変えられさえすれば、全て今まで自分が見てきたもの、現実が全て違うように見えてきます。なのでその時に、じゃあ自分がその新しく見えてきた、新しい別の形に見えてきた現実に対してどういう行動を取るかっていうことで結果を変えていけるようになるので、もし皆さんがこれからリセットをかけたいとしたら、こういうことをね意識してもらえたら、あの変われるかなと思います。いつでも変わることはできますので、あとはその自分の変えられない部分はね、あの無理して変える必要ないし、変われないことにすごくこう億劫になったりネガティブになる必要は全くないです。変われないところは絶対ある。ただ問題は変えられるところまで変えられないと思い込んでしまっているところがないかっていうのを意識していただいたら、自分の変え方が見えてくるんじゃないかなと思うので、ぜひ試してみてください。今日もご視聴ありがとうございました。